男は黙って何度も言って、はい、何度も言って後編、はい、今度は関さんお願いします。おいっちゃうぜ。はい、じゃあ早速ですけれどもね、設定を引いてみたいと思いますよ。はい、はい、設定はこちら、はい、ドーン。なんだろう、長いですよこれ。なんだろう、気になるな。今日こそは告白するぞと意気込んで、うんうん、気になるあの子の帰り道で待ち伏せをしていたが、はいはいはい、あの子に迫り来るダンプカー、うわ、気づかず歩いている彼女を間一髪飛び出して救出した。心臓の音が聞こえそうなほどすぐそこにいる彼女、ざわめくモブたちをよそに、世界には僕たちしかいない、そんな甘々な感じで。バカじゃない、もうできるわけないじゃんこんなの。まあだから、あの、書きたいだけでしょこれ、書いた人が。周りはもう何も見えなくて、二人だけの世界でこうすごい近くにいるってことです。なるほどね。はい、むしろもう抱きしめてるぐらいのこう助けた直前です。ちょっと息も荒いんだ。そうですね。はい。そして、了解でございます。コメントはこれです。うんうん、はい、異性をお触りしたら言ってほしいセリフ。うん、なるほど。あ、なんかちょうど触ってますからね。あ、そうかそうかそうか。今ね、こう。なるほどなるほど。あの、関さんも今触ってるわけですよ。こう助けて、あ、そうか、助けて触ってる。なるほどね。はい。そういうことか。で、当然その時にほら、怖かったわけですから、はい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 、相手の方もこう、すがりついてるかもしれないじゃないですか。そうだ。はい。そういうふうに、お触りをしてる時、してる時に、異性が、異性をお触りした時に、言ってほしい、はい。なるほど。関さんから。だって俺に抱かれた時に、俺がどういうことを言えばいいかってことでしょ。そうですね。ね。はい。はい、そこら辺を、皆さん、節度を持って、考えていただけたらと思います。わかりました。関さんも節度を持ってくださいね。わかりました。もうここに出てることしか読まないです、僕は。大丈夫ですか？絶対大丈夫です。はい。それでは皆さんご準備の方よろしいでしょうか、はい、そうだ、コメントにもあります。踊り子さんには手を振らないでくださいね。はい、それでは行ってみましょう。何度も行って !5、4、3、2、1。トイレ行ってきてもいい？え、柔らかい。震えてんのか？大丈夫だ。俺のあれも触って。お、ピンティン、俺のこの手が真っ赤に燃える。これ違う番組やね。震えてるな。もう心配ない。チュッタイム。ラブラブ、セキュア、天気を、結婚して、あ、お風呂行きたい。もう逃がさない。肉厚だな。俺のあれどう思う？俺のあれがビンビンだぜ。もう離さない。ママに言いつけちゃうぞ。はい、はい、まあ確かにママに言いつけちゃいますよ。車に轢かれそうになったとこですからね。そうですね。危なかったんですよ、つって、ね。気をつけなきゃダメじゃない。ダメじゃないですか、っていうね。まあ、実際でもその場でそういう風に言われたらちょっとこう気が抜けて安心するかもしれない、ね、うん、これはね、そう、優しさなんです。そう、やっぱちょっと怯えてる彼女もホッとさせたいなっていう、ふって笑わせてね。そうなんです。リラックスさせるというね。はい、はい、さすがですね、関さん。ありがとうございます。いや、もう皆さんの弾幕が良かったからです。そうですね、今回のね、はい、コメントが皆さん、ね、弾幕上手、弾幕上手、うまいですね、はい、今日のなんか関さんは本当にさすがユンケルの力ですか、これ。スターのおかげです。ありがとうございます。すごいですね。はい。はい、ありがとうございました。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。